どうも、ゴルフの三谷です。いつもありがとうございます。今回は、ドライバーショットを正確に打とうと思えば思うほど、フォロースルーが小さくなってしまう方、こういう方多いんですね。そういう方に、どうすれば大きくて伸びやかなスイングができるようになるか、この動画でお伝えしていきたいと思います。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただいています。本当に皆さん、いつもありがとうございます。そして動画を見てくれている皆さん、今回は、ドライバーショット、大きくて伸びやかなスイング、そしてそれで距離を出していきましょうということです。では早速いきたいと思います。正確に打つためには小さくなってしまう。これ非常に基本的で、まあよくあることなんですね。で、これはすごく当然のことなんです。何か細かい作業をするときは小さく縮む、困ってしまうものなんですね。針に糸を通すときは小さくこうね、目の前でこうやっていく。そういう感じの動作になってしまうんです。ですから、このボールを正確に打とうと思えば思うほど、このフォローが小さくまとまってしまうんですね。これはどうすれば直せるのかということなんですが、ここを単純に大きくしましょうと言っても、いや、それじゃ不安で打てないんですとなってしまうんですね。ですから、この何かしら小さくまとまっているというか、正確に打てるというその要素を残しておかなきゃいけないんですね。ではそれをどこに残せばいいかというと、そこがダウンスイングなんですね。ボールを捉えた後を小さくするのではなく、ボールを捉えていく手前のところを小さくしてあげるんですね。ですから、このボールを捉える、ここで体の近くに下ろしてあげて、そして、正確にボールを打ってやろうという意識を、ここで感じてほしいんですね。そうすると、捉えたところから、振り抜いていく方が自然に大きくなっていくし、ここで正確に捉えていこうという意識がちゃんと保たれていますので、それで安心して打つことができます。何事も、ここを大きくしましょうね。ここが小さいですよ。大きくしましょうね。と言われたところで、本人からすれば、いや、それじゃあ私できないんですよ。ね。やれと言われても、どうしてもできないんです。それは、その不安材料が残ってしまう。不安な要素を、ちゃんと、払拭してあげないといけないんですね。ですから、これによって私安心して打ててるんですということであれば、その安心材料を他に見出してあげなければいけないんですね。ですが、理想のスイングというのは、下ろしてくるところは近くて少しコンパクトなイメージで大丈夫ですよということですので、そこを安心材料にしながら打ってあげればいいんですね。そしてここが小さく収まってくるようなスイングになればなるほど、フォロースルーは大きいスイングになっていきますので、そこで伸びやかなスイングにつながっていくということになります。ですから、このボールを正しく打ってあげよう、打っていきたい。その思いは、ダウンスイングのここの右の脇の前らへん、そこでしっかりと享受して、振り抜くところは大きく自然にしてあげれば、それで安心して打てますので、それで、ティーショット、ドライバーショット、これは、しっかりと正確に打てるような、そういう意識につながっていくと思います。自分の気持ち、意識、不安の要素をとにかくどうやって、なくしていくのか、それが非常に重要になっていきますので、ただこれをやりましょうね。この不安材料がなくなっちゃいました。ああ、どうしようとなってはやはり打てませんよね。なので、しっかりと理想のスイングとしては、ここが安心材料だよ。こっちは伸びやかだよ。そういう意識でぜひやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。